4年前に離婚した元夫の母から、気違いのような電話が来た。可愛い息子ちゃんが、夜道で、何者かに背中を刺されたらしい。幸い怪我は軽かったものの、私と同世代の女が走っていくのが目撃された。ちなみに、離婚理由は、過干渉と嫁いびり。それに嫌気がさした夫の浮気。いきなり家に来て、窓から侵入してきて私を締め出したこともある。元浮気相手で今妻の女も、いくらなんでもひどい。今は、彼は私の夫なのよ。とかなんとか。で、元夫は警察に、もしかしたら、と、私の名前を出したらしく、改めてキーイとなった今妻が私実家に嫁。あの時のことは悪かった。お願いだからもうやめて。もう会わないで。と泣き叫び。会わないで。で。と思いつつ警察に連絡。でも、警察は、今妻を慰めつつ。私に、丸月丸日0時頃、どこで何をしてました？と。ああ、あれか。と思い、任意同行するまでもなく、裏付けの取れるしっかりしたアリバイを教えた。その後、結構あっさり犯人が逮捕されたんだが、元夫と不倫中の女だった。ほっとしたのもつかの間、離婚時のあの惨めさ、情けなさ、辛さを思い出して、ドキュン返し、元夫の家に電話して、さすがですね。女ったらしの脳みそ股間男。いやあ、あんな刺されるまで女を追い詰める男を引き取ってくれてありがとう。相変わらず浮気癖は抜けませんね。私と結婚したら元夫さんは浮気なんてそんなことしない。って言い張ってたの誰だっけ？会社はどうですか？クビですか？これから生活どうするんですか？4年前、散々バカにしてくれましたね。因果応報ってあるんですね。っていうか、今同居なんだって？あはははは。お疲れ。私よりも、もっとひどい目にあってご愁傷様。人生終わった。元トメが電話をひったくり、ギャーギャーとわめいてきたが。あら、トメさん。女に刺されるような男を育てた方ね。素敵。これから一生、あのバカの親として、惨めに生きていってくださいね。もうご近所じゃ大評判でしょうね。私とあなたの息子の共通の知り合いも大笑いしてましたよ。元とめは、な、ふ、ちょ、とか言ってて、今妻はその後ろで泣き叫んでいる。じゃあね、種なし男のママさん。はあ、すっきりした。こんな形ですっきりできるなんて。幸せ。と言ってガチャ切り。せいぜい笑い物にされてろ、バーカ。